絶対醤油。絶対ソース。醤油。ソース。醤油。ソース。どうしたの？最後の晩餐を何にするかで言い争って、人生最後の食事が調味料なわけあるか？目玉焼きに何をかけるか。まあなるほど。関西人は本当にソース好きすぎだよね。何にでもソースかけてるんじゃない？たこ焼きとかお好み焼きにもソースかけてそう。それはかけるに決まってるやろ。そういう埼玉県民こそ何にでも醤油かけてそうやな。埼玉名物十万石饅頭にも醤油かけてそうや。埼玉県民は十万石饅頭をそもそも食べないから。ちょっと待つのだ。はあ、分かってないのだ。目玉焼きには塩なのだ。目玉焼きには塩が最も合うことは科学的にも証明されているのだ。餅にはずんだが最も合うことが科学的に明らかなのと同じことなのだ。はい、目玉焼きできたよ。みんなが好きそうな調味料かけといてあげたからね。わあ、醤油。わあ、ソース。はい、ずんだもん。Thank you.